ちは、もみです。本日のヨガは本気で足痩せ足を軽くするリンパヨガです。今日ね、ちょっと28分で長いんですけど、やる価値ありますよ。全部やっていただけると、お客様からこんな嬉しいお声いつもいただけます。なんかレッスンの帰り足ちっちゃくなったみたいで、靴ガバガバで何回も抜けるんですけどとか、それぐらいむくみ取れるんですよ。さらに下半身がすっきりして、今まで履けなかったジーンズ履けるようになりました。洋服選びがすっごく楽しくて、無駄に試着室に入ってますとか、すごく嬉しいです。ありがとうございます。皆さんもぜひ一緒にやっていただいて、継続して足すっきり、あれ細くなったって言われちゃいましょう。では行きましょう。レッツゴー。はい、では始めていきます。まずは両足を前に出していきます。少し足をパタパタしていきましょう。少しダイナミックに動かすようにして、動きを止めたらかかとを蹴ります。ぐーっとかかとを蹴り出し、つま先が前になるように押し出していきます。もう一回、かかと、つま先、かかと、つま先。では足軽く広げバイバイするように、つま先内外に揺らしていきます。動きを止めて、今度は足首回し、遠く足先を回して、足の付け根から動いている意識をしながら足首を回す。つま先が遠く遠くっていう感じ、反対回し、呼吸を入れながら全身にリンパ、その他全般、肺液の流れ、せすべて良くなるイメージをしながらやっていきます。揺らしていきましょう。まず一度負の力を抜いて、グーッとできますかね。足の指かけてギューッとした状態を作ったら、パッと広げます。指と指の間大きく広げて、もう一回ギューッ広げます。ギューッ、オッケーです。はい、では両足軽く閉じていただいたら、右足立てて左の太ももの上に乗せます。これつらい場合床に置いた状態でも OK です。くるぶし当たって痛い方、ハンドタオルとかハンドタオルなどを太ももの下に敷いてください。太ももとくるぶしの間で見てください。指と指の間を縦にこう大きく動かす。横にぐわーっと広げてみてください。指と指の間にもいいツボもありますからね。刺激していくつもり。または次の指いってますよ。縦に上げて横。靴の中でちっちゃくいつもなっている足の指ね、大きく広げて使ってあげます。次の指です。では指と指の間に手の指を小指からやるとやりやすいです。差し込んでいきます。こんな感じでね、で奥まで入って入れる指先だけでも大丈夫です。辛い方はもうこのまま掴むような感じでやっていきますよ。はい、ではまず手と足ぎゅーっと掴み合って握手をしていきます。ぎゅーっと刺激で上げる、一回緩めます。呼吸しましょう。吐いてぎゅーっと握っていきます。吸って緩める、吐いて、さあ緩めたらそのまま少しこうブラブラと手を揺するような感じで刺激を送ったら、指をねこう反らしちゃうんです。ぎゅーっと向こう側にぐにゅーっとこう押しちゃうような感じで、今度手前に引き寄せる。簡単に足首のあたりに置いておくとやりやすいです。このね、足の甲のあたりから足首の前側を伸ばす。もう一回向こうに押して引き寄せます。はい、OK。もう一回ブラブラしてから外しちゃいます。で、足の裏下がるんですけど、ちょっと痛い方は床に置いてやってみてあげてください。両手でやってもいいです。はい、OK です。じゃあね、床に置いていた方、乗る方は乗せて置いたままでもできます。膝を床に向かって少し角トン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 していきます。足の付け根を動かすようなつもりで、股関節周りを少し動かしてあげる。トン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 と上に持ち上げ下ろす、持ち上げ下ろす、持ち上げ、ぎゅー、はい、OK です。そのまま床に足を置いていただいて、足の付け根をぐっと押していきます。体の重みを使ってあげるつもりで、吐く息、目をつむり、吐いて奥の方に刺激を送る。もう一回、鼠径部リンパ節の刺激することでしっかりと排出できるようにしていきます。蛇口をしっかり開けてあげるようなイメージを。
詰まりのない体を作っていきます。では両手を重ねて膝の内側に置いていただいて、少し足の付け根、今触った付け根に向かって押していきます。これは太ももに置いた状態でも大丈夫ですよ。この状態でもできます。より刺激を強く行いたい、足の付け根を刺激したい、股関節周りを柔軟にしたい方は置いてやってみてください。足首にもいい刺激が入ります。では今度付け根に向かってさすりを入れて、これがもう弱くて優しい刺激でいいので、スースーと、でもう一回足の付け根を触ります。体の重みを使っていきましょう。はい、 OK。 足を立てていただいて、そのまま今度は全体的に包み込むように鼠径部、お尻の下、足の付け根に向かってさすり上げます。今度は、ね、両手を親指を重ねて膝裏に置いて、グッと上に押し上げるように足を持ち上げ、蹴ります。少し足をグラグラ動かしてから、背中あまり丸くなってほしくないかな、背筋スッと伸ばした状態です。はい、では少し手を、ね、こうグリグリして膝の裏を刺激しておきます。ここは膝下リンパ節、膝の裏のリンパ節です。ぐーっと真上に向かって押していきます。できれば目をつむり吐いて押していきましょう。はい、吐き緩めて足を置いて、最後もう一度さすり上げておきます、はい、では足を伸ばし、両手を遠くついて、目をつぶったとき、今触った右足とまだ触っていない左足との違いをじーっと感じてみてください。で、意外と今よりもうちょっと立ってたのがじわじわした感覚、右足に出てくると思うので、そういった経過も楽しみつつ観察していきましょう。はい、では反対側に行きたいと思います。まずは太ももの上に足を置いていきます。くるぶしが立っていない方はハンドパブどうぞ。指と指の間、親指、人差し指持ってチョキチョキ、横に大きく動かします。次の指。呼吸が止まらないように意識して、腹式呼吸でお腹を使ってあげましょう。さあ、指と指の間に手の指を差し込みます。右手小指側からどうぞ。指先だけでも大丈夫ですよ。反対の手足首に添えて、手と足をね、まずね、ぎゅーっと掴んでいくんですね。3回いきますね。緩めて、吐いて、握って、ぎゅーっと刺激を入れて、緩めます。ラスト、ぎゅーっと握って、握って、気持ちよく刺激を送り、緩めていきます。はい、では、反らしていきますね。指先だけ向こう側にぐーっと折るようにしていきます。刺激入れて、今度は引き寄せていき、足の甲や足首の前側の刺激ですね、もう一度向こうに向かってギューです。引き寄せて、はい、ではゆらゆらしていきますね。もうちょっとこう手を動かすようにして、指と指の間の刺激、でパッと離し、足の裏叩いていきます。これは床に置いた状態でもできますよ。ではね、膝を下に向かってトントン押していきます。無理太陽だったら無理しないようにね、気をつけながらやっていきます。上に引き上げ下ろす、引き上げ下ろす、引き上げ下ろします。はい、では今度は両手重ねて、膝の内側から足の付け根に向かって軽く押していきます。鼠径部リンパ、足の付け根、親指でグーッと押していきます。ちょっとやりづらかったら足は床に置いたり工夫しながらやってください。吐く息、目を閉じたりしながら体の重みを使ってあげてください。鼠径部リンパの刺激です。OK、今度は膝の内側から足の付け根に向かってさすっていきます。ね、この鼠径部リンパ、足の付け根をしっかり刺激することで反射できるようになる。
今ならまだもう右足の方がじわじわしているよって方多いかもしれないですね。先に触った方の方が刺激強く感じているかもしれません。どうでしょうか。ご自身の感覚を大事にしていきます。はい、では目はもう一度足バタバタしてゆすっていきます。はい、で足を一回引き寄せスカーサラになっていただいたら両手遠く後ろにつないでぐっと胸を広げていきます。肘伸ばせる方は後ろでしっかり伸ばしていく。鎖骨、肩甲骨周りですね、刺激します。顎を引いて左右にゆすります。リンパの最後で集結地点が鎖骨ですね、肩周り、鎖骨周りの刺激を行いより流れ良くしていきます。半身の流れ良くする、軽くするためにやはり全体的にね、そこばかりというよりは全体的に体を見てあげてアプローチする必要があります。なので最初ね、しっかり鎖骨も刺激していきたいと思います。動きを緩めて今度前に手をつないで背中緩めるように丸くなります。左右に揺れていきましょう。腰、背中周りの刺激を行っていきましょう。今日は常に流れるように、なんで真ん中で動き止め、両手引き寄せ、手のひら後頭部、頭で腕を視線を上げていきます。胸を気持ちよく開いていきましょう。巻き締め下を向き、首の後ろ、そのまま両手を膝で一呼吸ふーっと吐いたら頭右側に戻り、反対の足、呼吸とともにどうぞ。一緒で終わったら小呼吸感じ、お顔上げ、肩すくめ、吐いてスパーン。左手で右の鎖骨を目からさすって、内側から外に舐めるだけ、強くやらないように注意します。反対もくぼみや下のラインなどもさするように意識してあげましょう。肩持ちや安定スタート、少し回します。反対回し、もう一回安定スタート。では行きましょう。今からタオルを使うなくてもできます。あるというふうに深められます。両足を前に出して背筋を伸ばす。だんだん浅く、両手指先、お尻の横、こっちもかかとを蹴って頭頂部が空に上に向かって引き上がっていきます。つらい方は背中丸めるよりも膝を上げて背筋を伸ばす方を意識しましょう。一定見て集中、だんだん体の流れ良くなるように、リンパの流れどんどん良くして、下半身すっきり、一回細くしていきます。緩めていきます。では右足だけを立てます。ここで両タオルがない方、両手を組んで足の裏、タオルがある方は持って足の裏に引っ掛けます。この長さ後からどんどん調整していきますね。では背筋を伸ばした状態、上に引っ張った頭状態と左足かかとを蹴った状態を意識し、ゆっくり持ち上げます。まずは胸の高さ、ここで自分の胸に向かって膝をぐっと近づけてください。背中が丸くならないように上に引っ張って、膝、太ももとお腹をぐっと押し引っ張り、引き付け合うような感じ、ぐーっと足の付け根に刺激を入れていきます。ここで左右に揺れて呼吸をしていきます。動きを止めます。ここでね、ゆっくり膝伸ばせるだけ伸ばす。タオル長く持ってもいいので、タオルの方は低くてもいいので膝伸ばす方を優先してみてください。伸びきらなくても大丈夫です。ここで左右に揺らします。呼吸を止め、もう一個膝裏伸ばすつもりで足を持ち上げたら、タオルの方はまとめて持っていきます。今伸ばしている方、反対の手で持ってください。右足の方は左手で持ちます。さあ、そのタオル持ってない方の手はお尻の横につきます。タオルがない方、手の方は外側から持ってください。膝曲がってても大丈夫です。さあ、行きましょう。この足を少し対角にぐーっと斜めに持っていく。足、かかと蹴り出してください。背筋伸ばしたまま、いけそうな方、お腹から少しでいいですよ。少しツイストするようにね。
リンパの流れを良くする、そんな体の流れが良くなるイメージを持ってあげる。呼吸を止めて、さあお顔正面、足真ん中、今度反対の手でタオルを持ちます。タオルじゃない方は今度は内側から足を持ってください。土の厚側を持ってあげて、反対のまたお尻を上げて、今度ぐわーっと広げていく。私だけちょっとね、見やすいように横を見ました。大きく広げてあげます。開脚してあげる。でもお腹が落ちないこと、はい、自分の、ね、真ん中 で軸をしっかり持ってあげることで意識してあげる。ちょっと辛いところですが、関節、股関節開いていく、呼吸をすること、背筋伸ばすことを意識する。筋肉使いながら伸ばすのがポイントです。で呼吸で巡らせる体中ね。はい、 OK です。真ん中に戻ってきました。戻ってきたらもう一回真上に上げてみて、少しさっきより上がりませんか。柔軟性も非常に高まりやすいです。そのまままだいきますが、今日ちょっと本気で下半身を軽くする、細くするっていうテーマですからね。もうちょっといきましょう。背中をあえて丸めていきます。この方、足を持っている方、膝を曲げてくださいね。曲げて大丈夫なので。伸ばせる方、伸ばしたままで後ろに倒れていきます。後頭部つきました。そのまま左右に足を軽く揺すります。はい、OK です。膝を曲げて、タオルの方は近くに置いておいてください。足を取ってぎゅっと引き寄せます。伸ばせる足、かかとを蹴ってみましょう。楽にしてください。一度、足を伸ばしてお尻の位置を調整し、はーっと力を抜きます。リラックスしてみてください。右足と左足の違いを感じています。ぼわーっとした感じがあるとか、高いよとか、いろんな感覚を味わってくださいね。さあ、このままもう一度先ほどと同じ方の足を引き寄せる。右足を引っ張った方、右足を引き寄せて、胸に向かってぐっと引き寄せたら、緩めて両手体側で、そのままゆっくり足を回しに行くんです。外側からゆっくり膝、まだね、足伸ばさなくて大丈夫だから、ゆっくりゆっくり股関節から3回回したら、最後の1周は遠く下のない足を伸ばして、少しツイスト入りながら戻ってくる。できた。反対、内からいきましょう。膝曲げた状態で大丈夫。1周、2周、3周目は足を下のライン伸ばして、足ダイナミックに使って戻ってくる。戻ってこれたらぐっと足を引き寄せて、離して足を伸ばす。さあ、と力を抜いて、足先から疲れむくみがザーッと抜けていきます。はい、では反対、両足立てて、どちらかから起き上がり、ちょっと起き上がり、反対に行きましょう。足を伸ばしたランナーさんを作ってください。先ほど反対の足いきます。右足だった方は左足を引き寄せていきましょう。両手を組んで足裏、またはタオルある方、タオル足の上に引っ掛け、背中丸く。一回目で今タオルないよって方は、次はタオル使ってみようかなってね、一回目確認のつもりでやってみてもいいです。背中緩めないで上に引き上げたら、胸と同じ高さに足の裏、かかとを持ち上げます。まずは自分の方に足を引き寄せて、お腹と太ももをサンドイッチするような感じで引き寄せ合いますね。ここで左右に譲っていきます。圧迫すること、足の太ももの付け根、解放する時の流れがより良くなっていきますからね。呼吸とともにより刺激を強く入れていきます。はい、 OK です。そのままゆったりと足を伸ばしにいきます。タオル長くも低くても構いませんので、背中丸くないところでお願いします。膝裏を伸ばし、足の疲れむくみを返していく、慎重に返して、美しい綺麗なリンパや血液を流せるようにしてあげましょう。お手伝いしてあげるんですね。自分の体を応援してあげる。で、左右に揺する、浄化システムをどんどん応援してあげてください。で、動きを止め、もう一個引き上げ、肩、肩甲骨、腰の方向に下げ、タオルをまとめて持ちます。今伸ばしている足と反対側の足でまとめて持ちます。あえてお尻の横、タオル持ってない方、小指側から持ってくださいね。背筋
広げられるところまで、また自分の軸が傾かないところで構いませんので、息して呼吸します。太もも、足の内側を伸ばしていきましょう。真ん中に戻っていきます。足タオルを持ち、もう一度足裏を伸ばす。一歩高くなると思います。お腹、呼吸を意識したら、スー揺れたら左右に揺すっていきます。はい、では手の肩スーッと、ね、膝曲げながら抜いていただいて、近くに置いて、その膝を抱えてキュ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 ッと足の付け根です。キューッと刺激入れて、では緩めて足裏の位置、一度はかかとを置いてリラックス。もう一度右足を引き寄せた状態から股関節回しますね。両手体側に置いていただいて、まずは内側からゆっくり2つのお尻がついているように意識します。2周目、3周目はダイナミックに回すんですね。足を下ぐらいを伸ばして、半円になって戻っていく。反対外側するところいっぱい。3周目は足を伸ばして、最後は引き寄せて、キューッと引き寄せて、引き寄せて、パッと離して足裏スーッとかかと大地に出す。ボワーと両足を感じます。じゃあ両足を上げて振っていきます。細かくゆら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 、ゆすって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 、もう少しゆすり続けてください。で、くっつけ、細かく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 動きを止めます。ではかかとを蹴って、つま先かかと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 つま先。そのままゆっくり膝の内側を持って開脚を始めます。かかとは開きづらい方は位置を今変えていただけるか、または膝曲げた状態、股関節今日伸ばそうという意識でも大丈夫です。気持ちよく足開く方はどうぞ。つま先を伸ばした状態のかかととつま先、かかととつま先、少しバウンス、足を上下に動かす、外側から足を持って閉じて、もう一回かかとつま先、両手や体側少し上下に動かす。足の力を使って、ちょっときついところなんですけど、筋肉使ってより流していきます。はい、もう一回上に上げて振ります。で、仕上げです。これ最後ですよ。はい、お疲れ様でした。かかとでお尻をほぼほぼ叩いていきましょう。ぎゅーっとちっちゃくなって、人手のようにね、パッと大きくなりますからね。はい、呼吸を、共鳴するような体、そして空気の感覚を味わったら、そのままシャバサナ、足を大きく広げ調整、お尻の位置、足先内外内外など、ご自身の気持ちがいいところでどうぞ。体の疲れ、今日一日の疲れ、滞っていたものが流れ出し、ご自身の体が一つ軽くなって、楽でクリアな自分がそこにいる。足先イライラ、両手グーパーグーパー、動き止めて、両足閉じて伸びます。息を吸って伸びて伸びて伸びて、吐いて緩めて、もう一回膝立て、左右にパタリパタリです。どちらか好きな方の側にね、膝を倒し、体をパタリ、小さくなりましょう。
して頭が最後になるよう起き上がります。最後はスカーサナで座ります。アブラです。両手は親指人差し指で輪っかをつないで、チームダラを作ったらお膝の上、目をつむって今のご自身を感じていきます。心、体、安らぎはあるか、ヨガをする前との変化はあるか、今のご自分をじーっと感じていきます。クリアになった体と心に天使の音が響きます。モドラを解放してお胸の前で合掌に変え、親指の膨らみを胸骨に当てたら、ご自身にお辞儀をするように顎を軽く引いていきます。今日も皆様とこうして岩ができたことを心より感謝します。ありがとうございました。ナマステ。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。リンパの流れ、体の流れ、巡り、全身で捉えることがすごく大事です。リンパマッサージいいです。できるときね、動きたくないなって時とかですごくおすすめなんです。さするだけ、触れるだけ、